ところで、うん、あなたは思考思考それとも感情思考、うん、シンキング思考か感情思考か、はい、人は皆感覚や直感を通して情報を取り入れて、うん、ただその取り入れたからどう情報処理するか、うんうんうん、いわゆる、まあ、健常な人たちっていうのは情報を集めた後、うん、その使い道や価値についてどう判断するかに駆り立てられる、うんうん、人にはもともと判断しようとする傾向があることは多くの研究で証明されている、うん、判断したい判断したいですよ判断したいんですよね、うんうんうん、それによって集めた情報を判断機能を用いて意味付けたり相対的な重要度で良し悪しを決めたり、うんうん、その自分たちの生きている世界の中で位置づけしますよと、うん、ユングは、人は集めた情報についての結論を導き出すときに分析して因果関係から判断する方法、うんうん、もう一回言います、うん、因果関係から判断する方法を、うん、シンキング、うんうんうん、自分や他者などの個人の価値観や人間関係の調和に重きを置いて判断する方法をフィーリング、うんはいはい、そのどちらに惹かれるっていうことに提唱したと、うんうん、フィーリングですともうこの段階で二等兵はフィーリング一択なんですけど、うん、僕はまあだから迷いますよね因果関係も考えるじゃないですかもう考えるその定理だったらこっちになるけどみたいな、はいはい、僕はもうそういうのが入ってくると、うん、もういいじゃんが出てくるんですよ、はい、なんとなく考えましょうよってそのなんとなく考えて答えがいくつも出てくるわけじゃないですか、はいもうどっかで決めればいいんですよ。この場合はってどの場合ですかみたいな苦手そういうのが苦手、はいうん、っていうのがバカっぽく見えるんだろうなと思って恥ずかしいと思ってます、はいはい、で、うん、ユングとマイヤーズは、うん、この思考機能と感情機能の両方とも主観的なもので、うん合理的機能、うんであることを初期の段階から指摘していると、うん、ただ思考シンキングは主観的な経験を論理で捉えることを重視する思考の、うん、思考の人、うん、シンキングの人は主観的な経験を論理で捉えることを重視するのに対してフィーリングの人は主観的な経験を好き嫌いといった気持ちから捉えることを重視するのが異なっているよと、うんうん、ユングはシンキング機能を思考する人は、うん、世界を客体として、うん、客体主体の認識、うん、行為などの対象となるもの意識から独立して存在する外界の事物とあります客観、うん、っていうのが客体ですね、うん客体っていうのは主体の認識、うん、行為などの対象となるもの、うんうん、対象のものが客体ですと、うんうんはい、で思考の人は世界を客体として、うん、感情の人は世界を主体として経験する世界を主体として経験するあ要はよく僕がやる、うん、これってこうじゃないですか、うん、要はもう僕が全てなんですよ生きてる僕が感じてることが世界だと思っている、うん、世界で起こってることが主体ってことじゃないですかそれを自分がどう思うかみたいなそれ客体じゃないですか論理世界で起こってることをこれはこういうふうに論理的に考える思考の人は世界を客体として、うん、感情を思考する人は世界を主体として経験すると述べているだからそれを感じる世の中で起こっていることを感じるなんかあの京アニの放火事件とかで涙流すとかって泣いて泣きめちゃめちゃ泣きましたよそういうの僕全然ないんですよね悲しいとかは何にも世界で起こっていることは世界で起こっていることですよなるほど、うん、そこに自分の感情ってそんなに入ってこないじゃあここでコメントマリちゃんもいろんな視点がしてて楽しいですとうん楽しいですよね、ま、基本日常の出来事について、うん、T はシンキングは人生の
外において論理で分析し、うん、F は人生として味わい尽くすか、うん、基本どっちもやれるんですけどね、まあ、結局、うん、多分最終的にはどっちもやるってことになっていくと思うんですけど、どっちもやってるって話じゃないですか。で客体オブジェクトとして観測するか、うん、主体サブジェクトとして同一化するか、あ、だから自分の中で起こってることが一部的な感じ、観測物、はい、自分とこう境界線がある感じじゃないですか。誰が、うん、と世界と自分が今誰の話をしてます。思考と感情の話ですっていうのと、はい、世界の一部みたいなのがフィーリングの話、フィーリングの話で、はい、思考の人はこう分かれてる、分かれてる、うん、僕は分かれてません、うん、はい、だからそうなんか悲しんだりとか世の中で起こってることを感じて憤りますよ、もう憤ったりとか、はい、でみんなそうだよね、うん、と思うのが ESFJ の悪いところはい、はい、すいません注意してください皆さん二等辺はこういうやつです。で言い換えれば経験している状況や対象から出ていき、それを構成する変数を見るような習慣を持つ人が世界を客体化して捉えるのだ。ああ、だから凶案事件が起きたのは、はい、この犯人が、はい、こういう性格で、はい、こういうふうな生き方をしてきたから、はい、こういう事件を起こしたんだみたいな。なるほど。もうそれを言われると、うん、いやもうなんか仏教で、うん、あの毒矢の例えってあるじゃないですか、うん、いやっていうと、はい、毒矢が刺さってる、はい、で刺さってる時に、うん、これはどの角度から、うん、どの距離を飛んできて、うん、どのスピードで刺さって、うん、っていうのはどうでもいいから、うん、抜けよって話があるじゃないですか、うん、抜いて治療するのが先だろ、うん、っていうのがあるので、うん、それを知る前に、うん、この犯人をどうしてやろうみたいな、そっちのが大事だとか、うん、あのこの家族に対してとか、うん、あの名前を報道するのは許せんとか、うん、そういうなんかそっちが出てくる、はい、犯人許すまじみたいな、うん、ごめんなさい今もなんかまたカッカしてきたっていう、うん、ごめんなさいね先に、はい、ごめんなさいフィーリングが入ってフィーリング先に進まなくなってきた申し訳ない、はい、で状況の中に入っていくか状況の外に出るかという、うん、最初の判断は、うん、その個人がどのようなことに価値を置いているかによるのであると、うん、思考機能を思考する人、要はシンキングの人たちは、うん、周囲の人たちからしばしば批判的で、うん、かっこあまり受容的ではない、うん、で論理的でかつ懐疑的であるように見られると、うん、彼らはどのような状況を査定するときでも、うん、まずはもし A ならば B、うん、B なら C っていう考えから入っていく、うん、集めた情報が正しいかどうかを確かめ、うん、情報の源を個別に探し、うん、そして序列付けながら推論し続けたいっていう衝動は、うんうん、思考する人にとっては、うん、川が下に流れていくと同じぐらい自然なことなのであると、うん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 、思考機能を用いて判断するということは、うん、明らかな結果を見出すことに方向性を見出し、うん、この目的に向かって絶えず前進し、そして目的地に至る道がそれぞれに向かうことなのであると、うん、これを見ているともう体調、うん、T 案っていうのは出てくるんですよね。わかります、悩むんですよ、 T だわーって、うんうん、僕なんかねやっぱ、うん、そんなのどうでもいいがあるんですねあ、はい、だからさっきの説問ですよね、状況によって答え変わるよねみたいなっていうのはもうどうでもいいじゃんってなるんですよ僕の中では。そんなこと言ってたらもう話進まないよって、うん、じゃあ感情機能の人は、うん、大抵の場合、うん、周囲の人からは受容的で気持ちを大切にし、うん、素直で人間関係の調和を求めるようにしているように見られると、うん、彼らは明白な原理や論理より、うん、むしろ個々の人の価値観を重視したい、うんという衝動を持っている、うん、したがってある情報や判断した結果が、うん、いかに人に影響を及ぼすかを吟味することから始める、うんうん、感情を思考する人は
物事の複雑なつながりを察する際に、うん、壊れやすい雲の質のように捉えると、うん、つまり全てがつながっており、どこかで何かが動くたびに、うん、動いている場所だけでなく、うん、雲の巣全体を通じてその振動が伝わっていくように感じるのだ、うんうん、状況について考えるとき、うん、もし A なら B、うん、とはならず、うん、もし A なら B、うん、D、N、Q もあるよね、うん、でもそれは単に初めの一歩に過ぎないとなるだろうと、うん、感情を思考する人は、うん、まずは状況に対して論理を持ち出し分析する前に、うん、個人が求めていることを受け止め調和しようとする、うん、で心理学タイプ論の指標の中で、うん、この思考機能と感情機能の違いを考えるときが最も困難である場合が多いと、うんうん、大抵どの文化でも論理的でかつ分析的な問題解決の方法の方が尊重されるそうなんですよ、うん、そっちの方が頭良さそうに見えるもん見える正解に見える、あ、正解に見えるってあるかもしれない、はい、正解に見える、うん、なんか考えた風に見える、僕から言わせると、まあでもどうでもいいって言っちゃうからですよ多分。でも要は僕の答えがこの積み重ねた Q の可能性があるじゃないですか、うん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 、Q ってクエスチョンじゃなくて、うん、ABCDFG って、うんうん、っていうことが言いたかっただけ、はいはい、すいません、はい、そのため本来感情に感情を思考する人にしてみると、うん、自分の本来のこの思考と文化的圧力と分けることがたやすくない時がある。例えばこの筆者は、うん、ある大企業のコンサルをしているときに、うん、なんととなくこの思考機能を過剰に信頼することによって生じている盲点、うん、スコトーマがあるよと、うん、このコンサルのプログラムの中で、無記名でこの次のような質問に答えてもらうことがある、うん、御社において独立採算のチームが結成されたとして、うん、5年後の姿を思い描いてくださいと、うん、そのチームが成功していると想像したとき、うん、そのチームの良い点を描写して、うん、またはその業績を上げるために何をしているのかを記述してっていう話をすると、だいたいチーム内では互いの意見をきちんと耳を傾けている、互いの異なる見解を認め合い激励し合っている、うん、互いのことを大切に考え合っている、うん、個々の利害関係から生じる、報復活動を恐れることなく行動できるっていうのが上がると。これはなぜ最近やたら大型書店で思考と感情の両方をバランスよく用いることの重要性を説くような本、うんうん、例えばその感情の知能指数なんか EQ ってのが昔流行りましたよね、うんうんうん、とか魂への思いやりとか、うん、っていうのが、うん、挙げられているのは本屋さんでね、うんうん、要は思考が大事だっていう社会の中で、そっちも大事にしましょうねっていう本が上がるっていうのは、まあ僕からするとなんかそっちにも目を向けてねっていうことを言いたが、うん、そんな社会だよ、まあ、両方必要だなとは思うんですよね。でも明らかにシンキングの方が多くのパイを持っていく、うんうん、でもこのシンキングだけで回らないじゃないですか、組織はね。とかなると、でも明らかにこの推進力はシンキングなんですよ、うんうん、だから、まあ、必要なのは、うんうん、計画なんですよ。計画だけど勢いも必要じゃないですか。で勢いを生み出すのは、うん、なんて言うんだろう、組織力はフィーリングだけど、うん、このシンキングがいるんですよ。あ、まあなんか僕としては両方いるなって思ってるから、はい、シンキングに見えたりフィーリングに見えたりするのかなって思ってる。でこの2つの指標は並行して同時に発達すると考えている人がいるが、うん、この筆者の経験からすると、うん、論理あるいは価値観どちらかにまず頼るっていう思考が本来あると考えると、うんうんうん、なんでまずその読み進める前にどちらを思考しているかを考える時間を取ってみようっていうふうにあります、うんうん、要は価値観、価値観なのか、うん、論理、うん、
っていう、うんうん、なんでさっきのそのマリちゃんの質問も、うんうん、その僕は、うん、はいはいその質問は、うん、回答はこうですって僕は出せるんですね、うんうんうん、要は学会の立ち位置とか、うん、どうでもいいんですよ僕の中では、うん、学会の、うん、なんか偉い人が来る会とか、うん、なんか排除して考えれるんですねそういうの排除してというかだからそれが重要な会なのかどうなのかで、はいまあ、僕はどうでもいいんですよそれはどうでもよくなるんですかはいどうでもいいあそれがどうでもいいんじゃなくて、うん、この設問の中において、うんうん、あのその学会が重要なのか重要じゃないかっていうのは、うんうんうん、さっきの設問だと考えなくていいよって思えるんですね、うん、排除して考えれるそれをそれをまあ僕はこう実際に、はい、実際にこう持ってきたんですよ実際の状況に持ってきた時に、はい、ってなってくるとよりリアルになってくると、はい、それが重要な回なのか重要じゃない回なのかただハワイにただで行けるよって聞いてる質問なのか、はい、何を求められてるんだろうっていう、はいはい、でその状況によってなんか選ぶ答えっていうのは変わってくるよなってそれ気になりますあ何がですかそのあの実際に起きたと思って実際の世の中だったら気になる実際じゃなくてさっきの質問を、うん、例えばユングのタイプ論を決めましょうっていう会に行って、うん、さっきの質問された時に、うんうん、それって気になります気にならなくはないですよあどんな会なんだろうってどんな会なんだろうっていうか会の具体的なところは気にならないですけど、はい、それは参加した方がいい会なのか、はい、参加しなくてもいい会なのかっていう前提条件みたいなのは気になりますああだってやっぱり T じゃないですかなのかただこうハワイにただに行けるよっていう質問なのかっていう質問じゃないですもんさっきはで僕が学会があるから学会があるからっていうのが招待してくれるから妙なんでしょうね、うん、質問の、はい、あそれをどう捉えるかもタイプによってそうっていう捉え方でもうフィーリングバリバリの僕は、うんうんうん、そのなんていうの、うん、会の重要性とか考えなくていいんだよそんなの、うんだから会の重要性がキュッてできるんですね好き嫌いで決めれるんですよ好き嫌いで決めていいんだったらあ行きたいかどうかみたいなっていうの僕の条件にしないでくださいあその僕の条件をそっちの条件に組み入れなくていいんですよ、うん、っていう、まあ、そこすら判断材料って話ですよね多分、はいはいうん、っていうとこだと、うん、もう僕は F 一択なんですけど、うん、皆さんいかがでしょうかと、はいはい